コーナーを回って直線コースへ並んで14番ルヴァンノワール残り 600m 外は17番のスワーブノンと前3頭広がっています。その後方に15番アクセル、さらには13番ブラインドデート、その外から11番ブルカーノも接近していきますが、残り 400m 前は横に広がってわずかに14番ルヴァンノワール先頭か、左右から3番ジャミールフエルテ、そして1番のアルママ、さらには外からは11番ブルカーノ、横に広がって4頭、残り 200m、 その後方からは2番カンパーニャが追い込んでくる、前は3番ジャミールフエルテ2馬身リード、11番ブルカーノ、外は2番カンパーニャ、一気に3番手から2番手先頭を追っている、3番ジャミールフエルテ2番カンパーニャ並んで合輪、3着は11番のブルカーノ。